派手札もなしか。あ、うわ、光った。勝負。よし。来た。ほら、こうなった。よーし、なんとか50カードクリアできてた。だからへこんでる台の、まあ、前日上げてきたかなっていう台は次も据え置く傾向にあるのかな、見る感じ。そんな毎日上げ下げ上げ下げって感じじゃなさそうですね、データを見る限りだと。まあ逆に言ったらこの台は昨日上がってるとは思わないけど、俺は思わないから打ってますけど、下がってたら今日も悪いっすね。一回見てもらった。100ゲーム超えたし。あ、花火も入ってるな、絶対これ。すごいいいな。これとか、でも全然回ってないじゃないですか。これとかあるんじゃない、まだ。あ、これ結構もしかしたら置いてくれてたらありがたい。あ、花火あるな。全然打ってもいい。だから今日はいいけど、なんでやめてった。もうちょっとだけ回してから考えます。もっとは決勝までは封印の予定です。え、当たり前だろ。俺取られたくねえよ。人にあげたくないよ俺の。もうやだよそんな思いするのは。いや、1日勝負、ドロップアウトみたいな1日勝負なら勝負出た方がいいんですよ。勝つときはそれでしか勝てないから。だからこれはもう長期戦なんだよね。いや、もう僕も成長したいってことですよ。いや、つうかもうね、やっぱもう負けたくない、あんまり。よし、移動します。君にはがっかりしたよ。朝のビッグのパネルフラッシュに騙されそうになったよ。うわ、これ3日出てんだ。今日落ちてんじゃねえかっていうのでやめてんの、みんな。3日間が限界なのかな、据え置くとしたら。まあ333ゲームぐらいね。2日目狙いか、2日間出てないのの上げか。これいこう。まあ、その3日ぐらい据え置いてるっていう形を、花々そしてこの花火とかの A タイプ見て、なんとなくそういう傾向があるなと思ったので、こいつも据え置き狙いで、でダメなら右に、出てない出てないって2日続いてるのがあったんで、それを上げ狙いで打ってる。あれ、ボタン種類あんの。お、早速発展。はい、今日守ってみせる。貴様など眼中にない。むせろ。宿命を己の剣に問う。Oh!
弱い。やばい、ちょっとお腹が痛くなってきました。いよいよ戦闘ラッシュ終了。愛を取り戻せぞ。10万発とか言うから、しょうもないこと。ちょっとクリソンの様子見に行きたいと思います。でもしかしたらこっちの作戦も変えるしという感じで、花花多いね。クリソンがいない。だとしたらいきなりハマってるけど、入った。珍しい形で入りましたね。440ゲーム、まあ持ちこいんで、まあレギュラーっぽいな。よし、2枚掛けになってる。いや今日はなんかいい感じだ。334枚。まあ問題はここからですね。やられた。あれ、あれゴッドはどうしたんですか？ん？ゴッドはどうしたんですか？うん、今一回休ませてる。あんまり打ってねえよゴッド。初めから。あれ来るなよ。いや、あんま使ってない。来るなよミニ。いや、ミニ来ますよそりゃ。まあでもあんま展開は良さそうじゃない感じかな。そうでしょ、朝一で400で当たってるから。どうなんすか。いや僕も当たりましたよ。 SD？ SD 付きの方当たりました。 SD？ はい。今 SD 中？え？なんすか今 SD 中？ SD 中の台も結構ありますね。なるほど、なるほどね。いくら使ったんですか。あ、結構使ったね。まあまあ、それはまあ、なんですか、個人的ななんかぐらいになるじゃないですか。まあ2000円で結構って言ったら結構ですもんね。まあまあまあ、確かにね、お金なんで。まあ多分ちょうど10本ぐらいなんでしょうね。まあまあ、そんぐらいかぐらいだね。あの台打つんですか。あの ST 中ですもんね。まあそうです、 ST の台は多いですね。うわうわうわ、アホだろ。え、お前アホだろ。あ、違う違う。まあまあ、いつまでも花火打ってる場合じゃないですよ。まあだから俺も時期見たら一回たくさんの様子見に行くから。あ、まさか。それでやっぱ俺もね、戦い方を考えなきゃなんない。あー、でもその時僕も昼ご飯食べに行ってるかもしれないです。誘えよ。一緒に行こうや。誘えよ、それは。まあまあ、なんとなく今の会話で俺はなんとなく掴んだのね。あ、ほんまですか。はい、まあ、また後で。後で。多分余裕で俺勝ってますね、今の感じ。いや、わかんない、あの人も策士かもな。まあ、たくさんのミスは俺が自分で400はめたと思ってるところね。
俺来てすぐ当たりましたもん、100ゲームぐらいで。しかも俺は持ちコインでやってますから、はなはなの今マイナスではないです、なんならプラスです。さあ20本使い切りまして、3枚目はい、北斗さん今、大谷号388回転回したとこなんですけども、まあ、結構優秀な台なんで、まあ、1日打つんやったらこの台ずっと打ってるんですけど、対戦でなおかつ残り時間考えたら、まあ、少し、この北斗さんより当たり軽い台にちょっと移動した方がいいんじゃないかなと思うんで、思い切ってこの台やめてカナダで探しに行きます。もうライト行ってしまう、ここある、こうミドル、はい、では次は、ヤマト打っていきたいと思います。まあ、ちょっとアマデジとか攻めるにはちょっとまだ時間早いかなとも思ったんで、まあ、とりあえず、まあ、当たりが少し軽めというところではちょうどいいんじゃないかなと思うんで、この台残り時間気にしながら打っていこうかなと思います。2台目また打っていきます。お、保留がチカチカしております。また引けみたいななんだろうね。お、すげえ一気に溜まりましたね。はい、あ、めっちゃブルブルしてます。さあ、ギリギリお、しかもネクストが出てる。お、ギジさん、ギジさん、行くんかな。よしよしよし、これ大チャンスよ。変化、青、青か。まあ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 、まあ、こういう感じですね。準備完了。お、一気に6本。来い。
1か22で1、この辺か緑、シップ左緑になって。また すごい溜まりますね。悲しくなっただけ、ちょっとシュンとなった。
結構知りたい。いつもそうやねんけどさ、うわなんかすげえ保留が色変化じゃなくて巨大化しましたね。うわブルブル、すげえブルブルした。はい、魂ねえ、パツラ打っても魂痛めて、パチンコ打っても魂痛めて、あと一つ。お、おい継続ってことは DG3。 よし、これはチャンスなんじゃないでしょうか。で、デカ保留は色変化しないんですかね、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、僕は存じ上げておりません。あ、これちょっと熱いやつじゃないですか、あの金シールド的なやつ。あー、かあ、でもこっからですもんね、こっから。よし、マックス。はい、でこっから先どこ行くか、もう僕は悲しい結末を見たくないんです。うわ、たまった。おい、あ、金文字、金文字、これはもらったっしょ、もらったっしょ。あかっ、あの堀氏、正真自殺の道を選んだ。全館ボールドサッカーを押せ、芝手を肩代わりの高台へ進め。はい、 2K23 にイレギュラー発生、要素の左ゲーム422にイレギュラー発生、要素の前方に巨大黒だ、イレギュラーです、計算にありません。波動砲で撃て、火を撃つんですか、それはモンスター。はい、波動砲でコロナを撃ちます。コロナ接近、あと30秒。よし、レインボー来たー、嬉しい。よっしゃー、やっと当たった。まあでもそうか、こっからですもんね。まず確変が 52% かな。よくやった。とりあえず124回転で、総投資が 35.5 本。お願い、ダメなのか。はい、とりあえず柄は4。すげえブルブルする。チャレンジボーナス、総員身内用意、身内波動チャレンジ、
しかしたら、よし、とりあえずこれで来たー。きれい。とりあえずこれでまあ1万発、悪くても8000発くらいいただければ勝負になってくるんじゃないでしょうか。ボットは解禁しないよ。ついにフリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。